おはようございます。おはようございます。ハレルヤ。おはようございます。7月20日。今日は20日、海の日ですね。今日は休日ですね。おはようございます。ハレルヤ。はい。それではですね、行きたいと思います。はい。それでは、海配信。はい。それでは、ちょっと行きましょう。今日はいい天気ですね。いい天気ですが、今日も暑くなりそうな感じです。今日も、朝日放送ですね。暑くなりそうです。で、ちょっと涼しい道を選びましょう。今日休みですね。ですから人がちょっと少ないと思いますね。休日なので人が少ないです。で、エイジさん、おはようございます。道路を渡ります。車も少ないですね。少ないですし、人も少ないです。今日の最高気温は34度みたい。水分補給しっかりしてください。はい、ペットボトル持ってきています。祭り太鼓が楽しみで夜も眠れません。そうですね、皆さん見てください、この提灯を。もうですね、もうお祭りの準備ができていますね。昨日の放送感動しました。ああ、本当にね、昨日の、証し良かったですよね。証し良かったですね。それじゃあですね、皆さん、昨日はですね、予算が来れなかったんですね。延期をしています。昨日予算がですね、洗礼を受けなかったんですが、また、受ける時が来ると思います。それではですね、皆さん、証し、感想、昨日の礼拝の感想をしましょうか。ちょっと待って、録音しようと思います。これがお祭りの時のステージですね。ステージです。ここでなんかお祭りで何か歌を歌ったり、バンドがあるんだと思うんですが、それではですね、それでは昨日の、ね、礼拝感想証タイム、または洗礼証タイム、いきましょう。皆さん、昨日の礼拝の感想、洗礼の感想、証し、お願いします。スタート。昨日の礼拝は感動的で涙がこぼれました。またもキューちゃんの洗礼を受けたいと思っちゃった。まるで心が現れるような気分になりました。洗礼式感動しました。来週参加したいと思いました。皆さん、ぜひ皆さんもですね、
皆さんも、恋愛に来て、洗礼を受けてください、ね。皆さんも信じてる方、たくさんいらっしゃると思うんです。皆さんも、証をするために、恋愛に来てください。昨日の礼拝中に天使が見える気がしました。僕も立派なクリスチャンになろうと思いました。アメン。ちょっと休憩しましょうね。洗礼を受けるためにはお金はいりません。お金はいりません。キリスト教ってお酒飲んじゃダメなの？はい、お酒を飲まないように勧めています。よくわからないので、キリちゃんの放送でもっと勉強します。1年前から知り合いの方だったので感動です。あ、そうですか。知り合いの方だった。あ、エイジさん。昨日の TS 見た方がいいですか？見てください。小泉純一郎に似てるって言われませんか？言われます。あ、花さん、おはようございます。花さん、おはようございます。花さんの放送をですね、待ってる方がたくさんいます。花さん、ぜひまた放送してください。では、出かけましょう。ヨシさんの宣伝もですね、ぜひ近いうちにできるように祈りましょう、ね。近いうちに、ね、受けれるように祈りましょう。それではですね、そのぐらいでしょうか。はい。今日はどういうメッセージしましょうか。空をちょっとね、綺麗、最近空が綺麗なんですよ、皆さん。見てください。なんかこう、雲といい、なんか空が綺麗な感じしませんか？なんか、最近ですね、青空が綺麗というか、雲が綺麗というか、ねえ、なんか、空が綺麗じゃないですか？なんかすごくですね、夕焼けも綺麗だし、なんかすごく綺麗な感じです。そしてなんか昨日の朝はですね、昨日の朝はなんか虹が出たということらしいですね。虹が出たり、空が綺麗、何か神様の
神様の何かこう印のような感じがします。空が綺麗というのは何か神様が、ね、この日本を祝福しているようなそういう感じがします。リバイバルが近いじゃん。そう、そんな感じがします。そう、夕焼け最近綺麗ですよね。皆さん、あの虹はですね、あの同性愛のシンボルになっています。しかしですね、聖書によると虹は、ね、二度ともう洪水で人類を滅ぼさないという神様の契約なんですね。契約です。そしてそれは結局イエス様のことを表していると思うんですね。イエス様の契約、イエス様との契約、それがですね、虹を表している。ちょっとここもちょっとさ、座ってばっかりいますか。イエス様との契約、それがですね、虹ですね。虹とはイエス様との契約、普通に考えていいんではないかなと思います。皆さん、イエス・キリストと契約をすることによって滅びないということですね。ノアの洪水は水で全人類が滅びました。しかし今神様は火で人類を滅ぼそうとしています。それが主の火と言います。主の火というのは神様がその人類の罪に対して裁く時なんですね。人類の罪に対して神様が裁く時が来ます。それが主の火です。主の火ですね。そしてそれはですね、もうすぐだということです。もうすぐと言ってもいつかわからないんですけど、もうすぐ主の日、神様が人類の罪に対して、ね、裁く時が来ます。裁く時が来ます。その裁きがですね、火で裁く。ノアの時は水で裁きましたけど、今度は火でこの世界を焼け尽くすんですね。で、それをまあ、なんて言うんでしょうかね。終末と言ったらいいでしょうか。神様の裁きと言ったらいいでしょうか。そういう、その、週末のね、火による滅亡をですね、から救われる方法がある。それは、イエス様との契約。イエス様との契約によって、その滅びから免れる。その滅びから免れる。それが、皆さん、イエス・キリストを信じる理由の一つでもあります。イエス・キリストを信じる理由、それは罪が許されて、滅びから免れる。神の怒りから免れる。皆さん、そのためにイエス様が十字架にかかったんです。なぜイエス様が十字架にかかったんですか？私たちの代わりに、その裁きを受けてくれた。私たちの代わりに裁きを受けてくれた。それがですね、十字架なんです。十字架なんです。ですから今、私がこうやって伝道しているのは、皆さんが、滅びる前に、救いを得てほしいからです。その、
自分の罪というものを認識して、その自分の罪の、自分の罪に対する神様の裁きがあって、その裁きから逃れるためにはたった一つの方法しかない、それは十字架しかないんだということです。十字架しか神の怒りから逃れる方法はないんだということですね。良いことしていてもダメなんです。皆さん、その良いことをして救われるわけじゃないんです。良いことをしてですね、天国行けるわけじゃないのです。人間の罪は良いことでは贖われません。十字架というのは人間の良いことではなくて、あ、電話？電話来てた。神様の良いこと。電話ですか？来てないようですよ、まだ。来てないですね。神様の良いこと、それが十字架です。神様の良いこと、それが十字架です。人間の良いことでは救われないんです。人間の義では救われません。うちわは霊的に何を表してますか？うちわは霊的に何を表しているか。神の風が欲しいと、上乾きですね。神の風が欲しいという上乾き。無理して答えなくていい。無理して答えなくていい。そうですね。ちょっといつもよりなんか気温が少し高いですね。今はまあ太陽は照っていないんですが、うちわは神の風の上乾きを表しています。アメン。神様に頼んで秋にしてもらえませんか？今年の夏がですね、冷夏になるように、祈っています。何派ですか？はい、カリスマ派ですね。プロテスタントのカリスマ派。それでは、メッセージいきましょう、ね。メッセージいきましょう。ちょっと待ってください。腰パッドをします。ちょっとすいません、ちょっと汗を拭きます。はい、ですね、ヨナのトウゴマの木を思い出してしまった。そうですね、ヨナ書の最後にですね、トウゴマの話が出ています。
ハンカチ持ってくるの忘れました。そこまで人外に出る。そうですね、外の方が、なんて言うんでしょうかね。外の方が、やっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、爽やかというかね。外の方が爽やかです。はい、うちはですね、銀行のうちわです。それではですね、メッセージ何がいいでしょうかね。メッセージ。私たちは、大事なことをいつも考える必要がありますね。大事なことをいつも考えるんです。で、大事なこととは何ですか。大事なことというのは、イエス様の教えです。ね、イエス様の教えを、が大事なんです。ダーウィンの進化論は嘘っぱちですか？嘘っぱちです。嘘っぱちです。いつも大事なことを考えましょう。私たちは、この目的があるんですね。目的があり、目標があります。ニコ生で一番勉強になります。私たちは、人生にも目的がありますし、そして、日本の目的もありますし、人類の目的があります。私たちは、その自分の道を確かなものにしなければなりません。私たちには、目的地があるんですね。目的地。ぜひ皆さん、私たちの人生、ね、意味があるんです。目的があるんです。イエス様の教えに従って歩むのです。神様に伝道をよくやったと言われ天国に行きたい。あ、ちょっと待ってください。ウェットティッシュがあると思うんですね。ちょっとウェットティッシュを。ネットティッシュがなくて普通のティッシュしか。普通のティッシュでも、ね、いいです。本当に蒸すっていうかね、蒸します。ああ少し蒸しますが、ですから皆さん、私たちはですね、神様に向かって、歩んでいます。私たちが神様の栄光を表しているのか、神様を喜ばしているのかどうか、私たちは絶えず自分の心言動をですねチェックする必要があります。いつも、神様と共にいますから。皆さん、イエスキリストを信じる人の心の中に、神様が来てくださるのです。皆さんの中にはもうすでに、聖霊を受けた人がたくさんいると思います。聖霊を受けた人は、神様と共にいるということですね。神様と共にいるということです。そしてその神様の御心ですね。神様の御心、その御心に沿うようにするということですね。神様の御心に沿って歩む。
それが人生です。心が闇に飲まれている人はどうすればいいですか。イエスキリストを信じることですね。イエスキリストを信じて心の中にイエス様を招いてください。毎日イエス様とこの放送に来ています。アメン。聖霊様が一緒にいてくれたら大丈夫。アメン。イエス様によくやったと言われた夢を見ました。アメン。その帽子気に入ってるのは何ですか。帽子特別気に入ってるというか、夏らしくていいでしょう。夏らしくてね。もう一つ、ボーイスカートの、ボーイスカートじゃなくてカーボーイのですね、カーボーイの帽子もあるんですけど、あれでもいいんですね。あれでもいいんですか。そういうわけで皆さん、皆さんが、大事なことを、僕は無職なので毎日苦しんでます。いや、苦しむことないのです。ね、仕事がないからといって苦しむことが必要はありません。天のお父様が養ってくれます。天のお父様が養ってくれます。無職だからといって、ね、心配することはないのです。神様が養ってくれます。心配しても、何の意味もありません。明日の心配は無用です。アメン。むしろですね、時間がある分だけ、ね、時間がある分だけ、放送を見たり、祈ったり、聖書を読んだり、信仰的なことに時間を使えるのです。信仰的なことに時間を使う。神様のために時間を使う。皆さん、それが本当の仕事なんです。神様のために仕事をする。神様のために時間を使う。これが本当の時間、仕事なんです。本当の時間なんです。ですから皆さん喜んでください。皆さんはね、放送を見る時間があるということは幸せなんです。放送を見る時間があるということはすごく幸せです。なぜかというと、忙しい人は放送を見る時間がないじゃないですか。放送を見る時間がないということは、ね、不幸なんです。不幸なんです。私たちは、その自分の時間を、その、イエス様優先に、イエス様のために生きるということは、イエス様のために時間を使うということですね。イエス様のために時間を使う。Wi-Fi は YMAX 使ってますね。YMAX。どこのメーカーか。Asus ですね。Asus。皆さん、私たちの人生は、その、イエス様のために生きることなんです。イエス様のために生きること。これがですね、これが、本当の人生なんです。本当の人生なんです。あ、エイスース。あ、ごめんなさい。エイスースでした。エイサスじゃなかった。間違えました。エイスースですね。エイスース。エイサーですね。はい、そういうわけで皆さん、大事なことを、ね、大事なことを本当に、
大事なことをいつも考える、大事なことだけを考える、言葉はとても大事なんです。言葉は金銀、金や純金のようです。そして御言葉は蜂蜜のようです。蜜のように甘い。そして御言葉は、私たちを清く正しくします。ですから皆さん、私たちは昼も夜も御言葉を聞く必要があるんです。今日の格言、いやちょっとですね、御言葉についてちょっと読みましょう。御言葉について、119編、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉によって、あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れません。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの悟しを固く守ります。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。私に悟りを与えてください。私は心を尽くしてそれを守ります。私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください。こうして私はあなたの御教えをいつも常しえまでも守りましょう。私はあなたの仰せを喜びとします。それは私の愛するものです。あなたの正しい裁きについて感謝します。どうかあなたの掟を私に教えてください。皆さん、本当にですね、このイエス様の御言葉、ね、それがすごくすごく大事だということをまず理解してください。私たちにとって、ね、お金とか物とかこの世のものではないのです。私たちにとって大事なのはイエス様の御言葉です。イエス様がおっしゃいました。私を愛する者は私の言葉を守る。私を愛する者は私の言葉を守る。皆さん、本当に大事なものは何なのか分かりましたか？私たちにとって本当に大事なもの、それはイエス様の教え、イエス様の御言葉、イエス様の悟りです。それが本当に大事なんです。それが本当に大事なんです。それを求めるんです。皆さんはそういう意味でこの放送に来て、皆さんは求めているんです。無意識的かもしれません。無意識かもしれないけど、皆さんは神の言葉を求めているんです。飢え渇いているんです。飢え渇いているんです。
皆さん植え替えています。皆さんは真理に植え替え、悟りに植え替え、神の言葉に植え替えているんです。神のものは、神に属するものは神の言葉を守ると書いてあります。そしてこの世のものはこの世の言葉を求めるとあります。皆さんは神のものを求めているではないですか。皆さんは神のものを求めているではないですか。皆さんは本当に、大事なものが分かってきたのです。本当に大事なもの。おはようございます。本当に大事なものは何かが分かってきたのです。この現実の世界を支配しているお方がいます。神様はこの世界を作り、この世界を支配しています。皆さんの、生活は神の御手の中にあるのです。神様の御手の中に全てがあるんです。皆さん、まずそのことをしっかり理解してください。全ては偶然ではないのです。全て偶然ではないのです。神様の支配があるんです。私たちがどうなるか、どのようなことがあるか、全部神様の御手の中にあるんです。まずそれを皆さんしっかり理解するんです。それを悟るんです。それを悟るんです。それを知ったならば、私たちは自分の力で生きようとしないでしょう。神様に逆らって生きようとしないでしょう。皆さんは、この現実の世界が神の支配があるということが分かるならば、神様に、神様の御心に沿って生きることが、神様の御心に沿って生きることがどれほど大事かということが分かってくるんです。どれほど大事かが分かってくるんです。そして神様の御言葉が大事で、おはようございます。おはようございます。神様の御心が大事で、神様の御心に沿って歩むならば、人生が素晴らしくなるんだ。人生が素晴らしくなるんだということを理解しましょう。ですから私たちはイエス様の弟子なんです。イエス様の弟子なんです。イエス様から学ぶのです。イエス様の御言葉から、イエス様の御言葉から真理を学び、私たちは、その神の子として、神の子として神の御心を行う者、この世に神の国を求める者、神様に使わされた者として歩むことができるのです。神の栄光を表す生き方ができるんです。皆さん、罪というのは悪魔の栄光を表すことなんですね。悪魔の栄光を表すことですから、それを悔い改めて悪魔の栄光ではなく神の栄光を表すようにしなければなりません。自分の心、自分の言動が神の栄光を表しているかどうか、一言一言、私たちの一つ一つの言葉、一つ一つの心、一つ一つの行動が神様の栄光を表しているかどうかチェックしましょう。イエス様の教えに
合ってるかどうか、イエス様の教えに合ってるかどうかチェックしましょう皆さん。そしてあ、これは、イエス様の教えに合ってないかな、これはちょっと御言葉に反するかなということがあれば、悔い改めて、悔い改めてイエス様の教えを守れるように、祈りましょう。イエス様に力をもらうのです。イエス様に力をもらってイエス様のその教えを守れるように、最高の伝道放送ですね。ハレルヤ。皆さん、真理を知るとですね、喜びが来るのです。真理が分かると解放されるのです。ああそうなんだ、ああそうだったんだ、ああ神様が生きているんだ、ああ神様が愛してくれてるんだ、ああ神様が祝福してくれてるんだ、ああ神様が、神様がおられる、神様は素晴らしい方だ。皆さん、そういう悟りを得ましょう。そういう悟りを得るんです。悟るんです、ね、悟るんです。真理を悟るんです。真理を悟って真理の内を歩むのです。そしてもっと求めるのです。真理を求めるのです。そして真理から真理、真理から真理、皆さん、聖霊様が教えてくれるんです。聖霊様が真理を教えてくれます。遠慮なく求めていいのです。遠慮なく願っていいのです。イエス様は、喜んで祈りを叶えてくれます。イエス様が喜んで祈りを叶えてくれます。それでは明かしタイム行きましょうね。明かしタイム、イエス様を信じて何が大事かということが分かった証し、イエス様を信じてイエス・キリストの教えがとてもとても大事だということが分かった証し、お金よりも大事だ、宝石のように御言葉が大事だということが分かった証し、イエス様を信じてこの現実の世界が、神様によって支配されているということが分かった証し、スタート。180度変わった。昨日の礼拝ライブは感動で涙が溢れた。信じ抜くこと、在特会やめました、雰囲気を一切やめました、素晴らしい、雰囲気を一切やめました。イエス様の教えを覚えるのではなく理解したいと思う。お金より信仰が大事。肌が艶やかになった。ヘイトスピーチやめました。わっしょいスーパーナチュラル人生になった。社会の価値観が間違っていることが分かった。毎日アーメン、ハイパーアーメン人生です。
この放送を見て伝道と信仰で生きていこうと思った。家族全員涙が止まりません。お金稼ぐのをやめました。天の宝を稼いでくださいね。天の宝を稼いでください。信仰込みいっぱいでよかった。洗礼式を見て、ああそうだったんだ。この場所で神様はいるんやと分かった。右翼人生からアジア大好き人生。共に歩んでくれる身近な神様に感謝。神の兵士として命を捧げることを誓います。一応誓ってはいけないという命令がありますので、決心してくださいね。決心。この放送めちゃ好きやねん。オラはイエス様に出会えて幸せだった。おお、希望はこの放送にあったのだ。おお、希望はこの放送にあったのだ。イエス様こそ永遠の希望です。イエス様こそ永遠の希望。この放送がなければまだ偶像崇拝してたと思います。偶像崇拝やめることは良いことです。皆さんお盆の季節ですね。偶像崇拝やめましょうね。ボロ雑巾人生でしたが元気100倍人生、元気100倍人生。家族が一番だったけどもイエス様が一番になった。家族が一番だったけどイエス様が一番になった。偶像崇拝やめましょう。偶像とはイエス様以外のものですね。イエス様以外のものが偶像です。最高の人生だなと思います。最高だ。最高の人生だと思います。毎日が楽しくなりました。イエス様のみを信じるべきだと思った。アメン。仏教徒なんですが、この放送見ていいですか？いいですよ。いいですよ。ニート人生悪くないと思いました。今この時
この時を喜んでいいんだと分かりました。今、喜んでいいんです。皆さん、今、喜んでいいんです。イエス・キリストによって救われたんですから。イエス・キリストを知ったんですから。今、喜んでいいんです。今、喜んでいいんです。永遠の命を受けるんですから。永遠の命を受けるんですから。喜びましょう。喜びましょう。皆さん、喜ぶことが信仰です。イエス・キリストに会って喜ぶことが信仰です。イエス・キリストを、ね、受け入れたならば、イエス・キリストを信じたならば、喜ぶんです。喜ぶんです。その方が、私たちの救い主、その方が私たちを、救ってくれます。祝福してくれます。助けてくれます。イエス・キリストを知ったならば、喜びましょう。聖書に、絶えず喜びなさいとありますね。絶えず喜びなさい。神様、私の暴言をどうかお許しください。寝とう用だったけど、この放送で、救助の素晴らしさが分かった。アメン。アメン。アメン。拙者も伝道したいと思いました。アメン。仏教大学に行く息子を退学させました。アメン。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことも感謝しなさい。アメン。他人に嘘をつくことをやめました。アメン。アニメのフィギュアを残らず捨てました。アニメのフィギュアを、残らず捨てました。わお。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。人に優しくなれました。人に優しくなれました。アメン。世界中で愛されるイエス様。世界中で愛されるイエス様。帽子をちゃんとかぶって。キちゃんの放送が毎日楽しみです。ありがとうございます。はい、それではですね。それでは、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。あ、ご苦労様でした。お疲れ様。ガードマンの方がですね、こう、交代ですね。交代で帰られるんですね。ですね、皆さん、私たちは真理から真理、真理から真理を、学ばなきゃいけません。真理は、自由にするとも書いてありますし、真理は自由にすると書いてあります。またこう書いてあります。いいですか。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。真理の御霊は、聖霊様のことですね。聖霊様のことを真理の御霊と言います。そしてその御霊によって全ての真理に導き入れます。皆さん、聖霊によって、聖霊様によって全ての真理がわかるのです。
聖霊様によって、すべての真理に導かれるのです。皆さん、求めましょう。真理を求めるのです。イエス様が真理であり、御言葉が真理です。本当に大事なのは真理です。皆さん、この世のですね、思い煩いで、心配したり悩んだりしないでください。真理を学ぶことが大事なんです。真理を学ぶことが大事なんです。ぜひ皆さんが、真理を求めて、今日一日も、今日は海の日で、休みですよね。ぜひ皆さん、真理を求めてですね、もう、今日一日ですね、聖書を読んだり、お祈りをしたり、信仰的な、ことを考えましょう。信仰的なことを考えるのです。皆さん、本当に大事なものを求めるんです。本当に大事なことを求めるんです。神様を求めると言ってもいいでしょう。神様を求める。大事なことを求めるんです。もう絶えず感謝するのです。絶えず感謝して、このイエス様と、良い関係になるんです。イエス様と良い関係になって、そして、皆さん、イエス様に、この御心に、沿うんです。イエス様の心に、心を考えて、イエス様に近づきましょう。イエス様に近づくのです。私たちは、その人間関係で親しくなることができますが、大事なのはイエス様と親しくなることですね。イエス様と親しくなること。それがとても大事なんですね。それがとても大事です。イエス様と親しくなりましょう。イエス様と親しくなるんです。はい。じゃあ、招きをしましょう。今日の放送を、見て、今日の放送を聞いて、真理を、もっともっと知りたい人、真理をもっともっと知りたい人、神様に近づきたい、イエス様に近づきたい人、イエス様の心を知りたい人、イエス様の心を知りたい人、アメンと言ってください。アメン。イエス様の心を求める人、イエス様の真理を学びたい人、イエス様の弟子になって、イエス様の弟子になって、もう本当に真理を学びたい、真理を知りたい、真理を知りたい、真理を学びたいという人、アメン、アメン。皆さん素晴らしいです。皆さん素晴らしいです。皆さんはイエス様の弟子です。皆さんはイエス様の弟子です。神の子供です。神の子供です。求めて、求めて、学んで、学んで、イエス様に似るものになりましょう。イエス様に似るものになるんです。素晴らしいです。神の子で本当によかった。神の子で本当によかった。天の父様、感謝します。今日放送できたことを感謝します。どうぞ、今、アメンと言った方々、真理を求めています。彼らが真理を、悟ることができますように。真理を、学ぶことができますように。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。どうぞ、祝福してください。今、アーメンと言った方々が、イエス様の弟子となって、イエス様と弟子となって、
本当に大事なことが大事だと分かるようにしてください。真理が分かるようにしてください。悟りを与えてください。悟りを与えてください。自由にしてください。その真理が、真理が、リスナーの人たちを自由にしてください。あらゆることから自由。その、汚れたことから自由。悪習慣から自由。罪から自由にしてください。自由に解放してください。リスナーを解放してください。リスナーを解放してください。イエス様、お願いします。今日一日、素晴らしい一日となりますように。素晴らしい一日となりますように。あなたの御心を行う一日となりますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい放送ができました。それじゃあ皆さん、また今日の夜8時。今日はですね、英語聖書はもう夏休みで、当分ありません。当分ありません。それじゃあ夜8時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。アメン、アメン。良い一日を、良い一日を。